ちは、ショイ、ヤマモモタタイタイタン、痩せたー。ちょっと今更ながらですが、ハンドクラップ30分間踊り続けようと思います。本当に本当に体を動かしたくないんですけれども、全然ダンスできひんねんけど、踊ることは好きやから、踊りながらやったら楽しくできるんじゃないかなと思って、というわけで踊っていこうかなと思います。うわ、ハンドクラップとか踊るの久しぶりやねんけど、大丈夫かな。よし、はい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 、やばい、熱くなりそう。はいはい、どうやったっけ、ちょっと間違えてる間違えてる、反対や。事前にね、ちょっとストレッチをした。あ、ちょっと待って、間違えてる、いろいろ。はい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 。久しぶりに見れすぎてちょっとわからん、ダンスが。え、やばいんだけど、もう息切れしてんだけど、私やばない。普段どんだけ動いてないんですかって。Thank you.
リブニストが来ちゃい月に行きたいラーメン食べたい痩せてラーメン頑張れ私痩せた時の自分のあのキラキラしている自分を想像してちょっと頑張る待ってほんまにこれすげえわこれ30分さ息切れとか全然せえへんで踊れる人とかこの世に存在してんのかなちょっとこれももっとこうやった方がいいんか分かってんねんで腕とかも伸ばさな意味ないって分かってんねんけどさもう腕が2回目にしてあだあだってなってんねんはい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 月に吐きたい半袖リブニット頑張って私ちょっと待って、本当にやばい。ちょっとだけ水分、水分、水分。3回目。もう。でもいい運動するよ、私今。めっちゃいい運動してるこれで頑張って金曜ロードショーのコナン君を楽しむんやああ今日も私一日頑張ったなって思いで金曜ロードショーのコナン君を見るんやはいはいはいねえもうこれだもうこれ終わったらお風呂入ろう、はあ、気持ちよく早い時間にお風呂入ってたの、はあはあ、頑張れみんなも頑張れ頑張れいやもっと真剣に多分これやらなあかんななんかあれ今私あれやわあの冬のさあのなんか長距離走みたいになってる気分冬のマラソンやってる気分の疲れん具合やねんけどyou
出てこんのか、これでも。ちょっと最初から30分毎日は私無理そうやな。まず体力作ってかなあかんからな。せめて半分の15分とかから毎日やろうかな。ほんで増やせるようになってきたらさ、踊ったり1日30分踊ったりさ、やっていこうかな。自分の好きなお洋服を綺麗に着こなせる女の子になりたい。100歳まで健康で長生きしたい。体力作っていかない。はい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 、楽しくなってきた。汗がやばい。こんな日プのお洋服、私の汗を染み込ませてしまってごめんなさいや。おい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 、みんな覚悟しとって。いや、でも痩せたいから私は頑張る。痩せたいもん。マジで5キロ育ってしまった自分が恨めしい。昔の体重に戻したい。昔の体重に戻したい。体を引き締めたい。もっと足上げない。分かってんねん。分かってんねんけど体がついていかないで。これマジで毎日やってる子とか偉すぎるぜ。ダイエットのためにさ
体を動かして頑張ってる女の子たちはマジですごいよ。はあ、もうそれだけで自慢できるよね。ダイエット頑張ってる自分ってマジで自慢できると思う。私も頑張る。これさ、見てるみんなからしたらこれこいつらにやっとってなるよな。ひひ、はは、言うて。あ、もうすぐ5回目も終わる。いい。ちょん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 。Yeah.
熱い、顔面がマジで汗吹き出しそう。いや汗吹き出してんねん吹き出しそうちゃうねん、吹き出してんねん。いやでもなんかさ、いい汗かいてるわってなる。最近そんな汗かくこととかってないやん。になってしまってる。今8回か、8、9、10、あと3回や。おい頑張れ、はい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 、ここから3回頑張るぞ。そんなのののののちょこちょこ振り付け間違えるわ。
な。もうあとちょっとで終わる。あ、今25分や。25分もやってる。か、すごない？25分もやってる私すごない？これやべえ、自分を褒めちぎりたくなる。鼻水が。いやこれマジでさ、でもみんな無茶して怪我せん料理だけは気をつけてな。もう無理って段階でやめんとね。今怪我したら元も子もないからね。本当に気をつけてやって、みんな安全面には配慮してやって。おお来たこれ。はあ、はあ、わあ待って、下に着てるインナー熱すぎ、やばいねんけど。なんか自分の部屋がサウナかなって錯覚してきてしまうぞこれ。やばい、足が上がらん。上げろ上げろ、頑張って上げろ。細くなるためやから頑張って上げろ。細い子はいいなって羨む気持ちもあるけど、でも細い子はみんな何かしら絶対努力してるはずやから、私らも頑張って努力しよう。ダイエット頑張ってるから頑張って努力しようね。一緒に痩せようね。マジで理想の体型になるもんね。頑張れ頑張れ。やべえ、いやでもさ、普段運動せん私でも30分なんとかできそうやねんけど、いやもっと全力で体を動かしてたら多分30分は持ってないかもしれん。やべえこれ、いや待って、なんか最後から頑張ろうと思ってんのに体が動かん。マラソンで20キロ走ったことあるんやけどさ、パンチに切った後体マジで動かんかった。そんな感じになってる今。やばいやばいやばいぞ、ふくらはぎがちょっとなんかもう重い、めっちゃ重い。頑張れ、最後の力を振り絞って頑張るんだ。
あ、私の YouTube 史上一番過酷な動画かもしれん、これが。2年間 YouTube やってきて一番過酷かも。やべえぜ。いやでもこれはね、自分頑張ったなっていう自信につながるから、頑張る、これ頑張る。これはね、こんだけ体を動かしとったら、そら2週間で10キロとか痩せるわと思う。またダイエット動画も上げていきます。で、食事系の動画も上げていくつもりなので、チャンネル登録して通知をオンにして待っててね。ああ、私の30分にみんな付き合ってくれてありがとう。今日も見ていただきありがとうございました。 Twitter とインスタのフォローもよろしくお願いいたします。それじゃあみんな、バイバイ。ダイエッターのみんな、一緒に頑張って。